願いします。めっちゃ出てますよこれ。一周 800m、 はい、テミュー路面、まあ、ずっと水が出続けているウェットコンディションの路面ということで、そこで BT46、BT45、 新しい BT46 の、まあ、比較試乗ということでやっていきたいと思います。バッチリ冷えております。いやでも冷えてても柔らかいですね。まだ温まりきらないですね。タイヤの温度自体はそんなに変わらないですね。あの温まり方は大丈夫、あの変わらないんですけど、じゃあインプレを、BT45 と46、20年、ぐらい前からですね、あるバイアスのこのタイヤ、最新型どんなもんかですね、乗ってみた感想なんですけれど、一番体感できるかなって思ったのはハンドリングのこう重さがちょっとこっちの46の方がちゃんと手に伝わってくる感じ。あのどうしても雨の中だとこう荷重をですね、かけきれないで、こうブレーキとかもね、あのやっぱり甘くなっちゃう中で、いかにその雨の中こう遠心力だけでそのグリップ感を感じれるかっていうところがですね、あのやっぱ比較するとよく分かったんですけれども、46の方がこうハンドルに安心感がある、ちょっと体重を預けてもいいかなって思えるようなですねタイヤだったかなっていうところで、温まり方に関しては多少こっちのがあるぐらいで、一番感じるのはハンドリングで、ただバイクを寝かしていった時の軽さ、意外とですね硬さ感、剛性感っていうのは46こっちの新しい方があった感覚があります。剛性あって硬いなって感じがすると、グリップもしてないかなって思うかと思うんですけど、そうじゃない、この46のタイヤは軽くこうね、切り返したりバイクを操作することはしやすくても、寝かし始めるとそのタイヤが潰れてる感まではいかないですけど、こうちょっと路面に
抵抗になってる感があるっていうんですかね、すごく感じれたんで、あ、もうちょっと楽しんじゃってもいいかななんて思い始めるタイヤでした。実際にやっぱり雨の中高速道路とか、こう軽い感覚で走って、ああ怖いなって思ってる人はこう着くと、それがやっぱり気持ち的にも薄れるし、安心して走れるんじゃないかなと思ったところですね。はい、あとは今 ABS とこのタイヤが組み合わさったら結構行動最強かなと。結局ブレーキングもですね、ABS がちゃんとかかるまで前後しっかりかけてみたんですけれども、止まる、急に何かがバッと道路を横切るように出てきてもですね、安心してグッとかけられちゃうかなって、思います。もちろんね、 ABS ついてない車両はしっかりと気をつけないといけないんですけれども、この250に BT バイアスタイヤいいんじゃないでしょうか。そのバイアスだからラジアルタイヤよりもなんかね、構造的にどうなのかなって思う方もいるかもしれないですけど、もうバイアスタイヤはバイアスタイヤなりのその構造で柔らかい、でも最近のその技術でしっかりしている、いいとこ取りをしてるタイヤじゃないかなと。公道履くなら僕これで走るのがなんか気兼ねなく通勤だとか通学だとかって知れるんじゃないかなと思いました。以上、簡単なインプレですけれども4546の比較です。お疲れ様です。お疲れ様です。寝かしたくなったのは46の方、ハンドルが切れていくのも雨の中のグリップっていうのがちゃんとハンドルに伝わってきた感じはしましたね。フロントタイヤの安心感が良かったです。フロントタイヤ、はい、フロントタイヤが良かったですね。リアタイヤの ABS の引き方の度合いはタイヤ冷えてたんであんま変わんなかった。左右に振った時とかの軽さは46の新しい方があって、あ、軽いから接地感ないかなと思いきや、寝かしていくとこの抵抗感っていうんですか、普通何もなくこうスッと抵抗感がなくハンドルが切れていっちゃうとグリップ感なくて怖いんですけど、46になるとそれが抵抗感があるんですよね。ちゃんとなんかドライ路面を走ってる時のような追従感、路面をフロントタイヤが追従していく感覚が分かりやすかったっていうのが正直なんです。不思議な感覚でした。軽いのにフロントのハンドリングの重さがある。はい、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。